皆さん改めましてこんにちは。今ご紹介いただきました、京都市立高倉小学校で校長しております岸田と申します。今日皆さんの前でお話しできるのとっても私は楽しみにしてきました。京都大学で教育についてこれから学んで、研究をしていこうと思われている学生の皆さんですから、今日お話しする現場のお話をどこか片隅に置いてこれから生涯、いろんなところで教育に関わっていただけるということはとってもありがたいことだなと思っています。私はずっと京都生まれ京都育ちできました。そして今京都の、学校に勤務しているわけですけれども、ここにありますように京都市立高倉小学校というところが、どこにあってどんな学校なのかということを少しお話をしておいた方が後のお話分かっていただけるかなと思いますが、京都出身の方もおられれば、他府県他都市から来られている方もたくさんおありかと思いますが、いろんな意味で、歴史も伝統もある京都ですから、たくさん関心を寄せて京都の大学で多分学んでおられるんだろうと思っていますが、私の学校は、地図で言いますと、京都市のど真ん中、四条烏丸分かりますか皆さん、ね。四条烏丸を起点として西は堀川通り、東は鴨川、そして南北で言いますと四条通りから御池通り、これだけを校区に含んでいます。まさに京都市のど真ん中にある学校です。で、もともとですね、統合しまして24年目を迎えておりますから、一時にはですね、非常に子どもが少なくなって危機的な状況を迎えて、明治の初めに生まれた番組小学校の歴史がありますが、そこをルーツに持つ学校7学区あります。それが5つの学校が統合してできた学校です。そして24年が経ちました。で、一時はすごく子どもが減っていたんですが、今は逆に子どもがマンションが建ったりとかして子どもがすごく増えましたので、700人近い子どもがいます。そして、小中一貫教育が始まりまして、18年経ちますけれども、これがまた京都御池中学校という、中学校に小中一貫教育で行きますので、お隣の御所南小学校、そして今年開校した京都御所東小学校と三小一中の中学校ブロックでの小中一貫教育をしています。ですから6年生は御池中学校の校舎で日常生活を送っています。なので私の今の高倉小学校の校舎には1年生から5年生の子どもたちが学んでいます。ただし教育課程については小学校の高倉小学校のカリキュラム、そしてオーバーラップさせながら中学校にシフトしていきますから、1年生から6年生までのもちろん子どもたちは私の学校の生徒児童ということになっています。そういうちょっと背景だけお話ししておいて今日のお話をさせていただこうと思います。まず本日のお話の流れですけれども、今日はカリキュラムマネジメントということを中心にお話をさせていただきますので、まずはですね、小学校という学校運営とカリキュラムマネジメントっていうのはどういう意味を持っていて、どういう位置づけなのかということを少しお話をさせていただきます。それから、今回次の学習指導要領の中でもキーワードとして何回も出てまいりますが、社会に開かれた教育課程の実現に向けてということで、カリキュラムマネジメントを語る上でこの社会に開かれた、教育課程ということの意味というのは非常に大きな意味を持っていますので、このことについてお話をします。そして実際にはカリキュラムマネジメントの実際どのように教育課程の管理運用をしていくのか、そしてカリキュラムマネジメントによる実践事例ということでお話を進めていきたいと思っています。で、私は今日は校長の立場のお話もしますし、でカリキュラムマネジメントをお話しする上では学校は私一人で経営しているわけではなくって、全ての教職員で、運営をしていくわけですが、このカリキュラムマネジメントも校長だけがするわけではないので、キーパーソンとして出てくる教務主任さんであったり研究主任であったり、そういうポジションの人にとっての、カリキュラムマネジメントっていうのはどういうふうにしていくのかっていうことも重
重ねながらこのストーリーに合わせてお話をしていけたらと思っています。さて、次の学習指導要領の公示されました総則の、ちょっとこれは一文ですけれども、前段として少し、大事なところを赤い字で、引いてありますけれど、ちょっと見てみたいと思います。小学校教育の基本と教育課程の役割ということで、もう赤いところだけ見ますね。各学校においては適切な教育課程を編成するものとし、これらに掲げる目標を達成するように教育を行うものとする、これが全文の中にあるわけですね。そして各学校においては児童や学校地域の実態を適切に把握し、これは何回も出てくる言葉です。やはり各校各校それぞれ通ってくる子どもも違うし、立っている学校の立地条件も違えば条件が異なるわけですから、これをまず正しく把握するということは何よりもの前提になってくるということです。で、その後にこういうことをやっていくんですよということで、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容を教科と横断的な視点で組み立てていく、教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていく、教育課程の実施に必要な人的または物的な、体制を確保していくと、こういうことが要するに、カリキュラムマネジメントを、文言で言えばこういうことですよということなんですね。そして、学校運営上校長方針の校長の方針のもとに公務文書に基づいて教職員が適切に役割を分担しつつ相互に連携しながら各学校の特色を生かしたカリキュラムマネジメントを行うよう努めるものとすると書いてありますから、これを受けて私たちは学校運営をこう行っていくわけです。これは皆さん文言を調べられれば分かることですから、私が今日わざわざ来てお話しする以上はもっと具体的な話をしていくことになるわけです。で、ちょっとまずこの図を見てほしいんですけれども、学校の、マネジメントって一言で言うと、いろんなマネジメントがあるわけですね。で、その中には真ん中にカリキュラムマネジメントと置きましたけれども、その他にも例えば人材育成、キャリアマネジメント、リソースマネジメント、教育資源のマネジメント、それからセルフマネジメント、自分自己管理ですね、それからタイムマネジメント、進捗管理もしなきゃいけない、それからヘルスマネジメント、教職員や子どもたちがきちんと健康に学校生活が遅れているのかいうことも管理しなきゃいけない、またリスクマネジメントも必要な学校運営の視点になってきます。そしてやりがい感や負担感がないかというストレスマネジメント、いろんなことをマネジメントしていく中で、その中の一つとしてカリキュラムマネジメントもあると。ただ、そのウェイトであったりとかですね、位置づけについてはそれぞれの校長先生の考え方があったりとかですね、その時その時に何を重要視していくかということは あろうかとは思います。そしてじゃあ何のためにカリキュラムマネジメントをするのかと言われた時にですね、いろんなマネジメントっていうのは最終的にはそれぞれの学校教育の目標の実現のためにそういうマネジメントをしていくわけです。ただやみくもに何か組み合わせてやってるだけじゃなくて、何を目指すのかっていうことをしっかり持っておかないとマネジメントする意味っていうのがなくなってくるってことになるってことですね。そしてこれはですね、例えば私たちの学校でもすごい若い先生がたくさんいます。採用1年目の先生からそれから私たちのように管理職の立場のものまでいろんな職階のものがいるわけですね。じゃあ全てが私と同じ頭で校長と同じ頭で仕事ができるかっていうことを1年目の先生に要求したって当然無理なわけですよね。ということは先ほど申し上げましたさまざまなそのマネジメントする力量であったりとか内容をじゃあどのステージの人にどういうふうにそれをマネジメント力をつけていくのかっていうことも一つの視点として持っておくべきかなと思っています。例えば左下にありますのはウィウィシー先生だとしましょう。そしたらまずは自己管理して健康管理してもらわないとダメですよね。それから毎日毎日の授業をきちんと
週案を作ったり月案を作ったり年間計画をどんな若い先生でも任されれば1年間その学年の授業をきちんと事務でやりこなしていかなくてはいけませんから、進捗管理をこれできるようにしていかないとダメですよね。でどの段階にあっても、まあ、大事な教育課程の管理というのがこの真ん中に据えられているわけですが、そこで、だんだんそれがですねリソースマネジメントができるようになったりとか、あるいはやりがい感を持つようになってきたりとか、自分で仕事のバランスができたり、ちょっとチャレンジしていろんな教材に手を伸ばしてみようかとか、あるいは地域が見えてきたらもっと工夫してこんな学習にしてみたいなとかいうことがだん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 臨機応変にコーディネートできるような力がついてきます。そしてだんだんその経験年数と職階が右上に上がっていくに従って責任が重くなってきますから、当然リスクマネジメントの視点がないとみんなを統括して引っ張っていったりとか、あるいは、保護者の対応であったり地域の対応であったり、いろんな、事故がもし起こった時の危機に備えてどうするかっていうことを念頭に置いておかないといけないですね。でそれはもちろん管理職だけがするんじゃなくて、先生たちはみんなそういう意識持っててほしいんですが、だん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 そういう経験を積めば積むほどそういう危機ってどういう危機があるかとか、どういうふうに対応していくかっていうことも分かってくると。そして例えば1年目の先生が2年目、2年目が3年とこうキャリアを積んでいけば、今度は自分は初任者の時には自分のことしかもう考えられないけれども、2年目になれば1年目の人は後輩になるわけですから、何を教えてあげたらいいだろう、何を伝えてあげたらいいだろう、あるいは中堅ミドルになってきたら若い先生方にどういうふうに力つけていってもらったらいいんだろう、どういうふうにみんなでいい学校作っていったらいいんだろうって同僚意識も芽生えてきますし、当然人材育成っていうような視点が入ってくるわけです。そうやって、教育課程の管理というものを真ん中に置きながら、学校という組織っていうのはいろんな人が、まあ、寄ってたかって、みんなで、知恵を出し合いながら一つの組織、一つの文化を作りながら学校というものがマネジメントされていくんだっていうことをイメージしていただいたらと思うんですね。で、マネジメントっていうのは辞書で引いてみるとですね、いくつかの意味があるんだってことを教えてもらいました。一つは組織をコントロールすることにきちんと責任を持つこと、そして時間、お金、資源を慎重に取り扱って無駄にしないこと、それから多様なものを上手に取り扱うこと、それから困難な状況を守備よく取り扱っていくこと、それから時間やお金など組織のために役立つものをですねきちんと運営していくこと、そして事態が非常に困難になった状況をどうやって乗り越えていったかということがマネジメントの結果だというふうなことを、まあ、調べてみると書いてありました。で私たちはですねカリキュラ、さっき言ったようにカリキュラマネジメントだけをやってるわけではないんですね。だけど、カリキュラマネジメントを抜きに学校教育というのは語れないです。いつも教育課程に立ち戻る学校経営をやっぱりしていくのが、これが本職の、まあ、醍醐味でもあり、そして一番肝心な仕事ではないかと思います。危機管理のことばっかり考えてても学校の成果って上がらないですよね。やっぱり教育の成果が上がるっていうことは教育課程の中にこそその秘訣があり、そしてその財産があり、そこに子どもと共に作る、学習の成果が現れるということがそもそも、まあ、教育ってそういうものなのではないかなというふうなことを思っているわけです。そしてですね、例えばじゃあ輪切りにしてですね、全国の全ての学校で同じ教育課程でやったらいいじゃないかっていうふうなことを思いそうなもんですが、まあ学習指導料っていうのはそのミニマムエッセンスなわけですけれども、じゃあどこの学校でも同じ輪切りにした、まあ、その教育でいいかっていうとですね、それはまあ基本をどう踏まえるかっていう意味では外せない部分はもちろんあるんですが、そこからですね、じゃあ特色をどう出していくかっていうことと、
2校の中でこう揺れ動くわけですよね。学校現場っていうのは常にいかに基本を踏襲しつつ自分の独自性を出していくかっていうことが教育課程の、まあ、あの面白いところですね。で校長にはその編成権を任されているわけですから、まあ、学校の特色をどういうふうに生かしながら、狙いや育てたい資質能力をどういうふうに考えて、そして教育内容をどういうふうに配列するか、そして人材教育資源をどういうふうに投入していくかで、それもですねやりたいことばっかり頭の中で膨らませてもマネジメントできないわけで、それをじゃあどういうふうに、1年間365日のカレンダーに落とし込んでいくのかとかですね、あるいは系統性や適時性っていうものを考えないと、とってもとてつもないことを1年生にやらせたって効果上がらないし、6年生にまあ面白いからって言って体験だけさせててもそのことは知的な能力にはつながっていかないだろうし、系統性適時性を何年生にこれをどの時期にさせるのがいいのかってことを判断していかなきゃいけないわけですね。で、それを独自性や効果を考えつつ、PDCA と書いてありますがプラン・ドゥ、そして、チェックしてアクションに起こしていくと、そういうサイクルを繰り返しながら、いかにですねやりっぱなしじゃないんですよ、やっぱりアウトカムを創出していかないというか成果をどう生み出していくか、単なるやるだけだったら結果にしかならないです。でもそうじゃなくって、あくまでも成果をどう出していくかっていうことがこのカリキュラムマネジメントの、意味であり、何のためにやるかっていうことになってくるわけです。で、私の立場でじゃあカリキュラムマネジメントってどういうことかっていうことですが、まずあの校長の立場としては、校長はですね教育課程の責任者です。私の責任においてうちの学校の教育課程を作っていると。でそのためにはですね、あの大事なことは校長の、教育理念がブレちゃうと何やってんだかみたいなことになるわけですよね。誰かに言われたからこれやってくれ、なんかこっちからオーダーが来たからはいはいこれやりますみたいなことをやってると、どっち向いてんだみたいな話にしかならないですね。だけどあの育てたいうちの力、うちの子どもたちに体験させたい、あるいは育てたい力はこういう力なんだっていうことをしっかり自分でまず持っておくことは大事なんですね。で一人で思ってても学校って動かないですから、教職員とそれを共有していく、まずは教頭先生、そして副教頭先生、それからキーパーソンである教務主任や研究主任、それから学校にはいろんな公務文書の主任の先生がいますから、教科主任であったりいろんな分野の主任の先生、それから学年主任の先生とまずはここで共有をする。それから、校長の大きな仕事としては外部と連携していく、つながっていく、自分自身を開いていくってことも大事なことですね。地域や PTA、 それから、隣接する保育園、幼稚園、中学校、高校、大学、そして企業や NPO と、こういうふうなところに、風穴を開けてですね、いろんなチャンスを、引き受ける、こういう構えを作る、あるいはネットワークを持っておく。で、全て何もかも盛り込まないといけないことはないんですよ。だけどこういうことやりたいなと思った時に、いつでもあの人に頼ればとか、あ、そういえばあの人がこんなこと言ってくれてたなみたいな関係をいくつもパイプを持っておくことによって、教育課程のいろんな可能性が出てくるっていうことですよね。で、大きな役割としてですね、情報キャッチする、これは時代の流れもそうですし、外部からの情報もそうですし、いろんな社会情勢もそうですし、いかに正確にその時に機を逃さずにですね、その大切な情報をインプット、学校にインプットするかって、これ校長の大きな役割です。それから教育課程を発信すると書いてありますが、まあ、学校だけでやって完結してもそれはそれでいいんですが、今のこの時代ですから、あの後で出てくる社会に開かれた教育課程っていうのは、私たちの学校の取り組みを
今度は誰にどう向けて発信していくかということも、これも大事な役割だと思っています。そのことによってまた新しい文化がもたらされたり、子どもたちにチャンスが生まれたり、あるいは学校が次のステージを踏んでいくための大切な情報を得るためにも、この発信機能というのも見落とすことはできないなと思っています。そのことが、先ほど言いましたように、単なるアウトプットではなくてアウトカムを創出する学校っていうのが大事なんじゃないかと思っています。で、これはですね、私の立場から見た、カリキュラムマネジメントのスケジュールです。校長としては赤字で書いてあるのは大事な時期だと思っています。例えば学校経営方針の明示、各主任との共有、各学年の教育課程の方向性の確認、この4月の出だしが勝負なんですね。ここを曖昧にしながらスタートすると、やはり教職員がどこへ向いて、何を目指していくのかっていうことが曖昧なまま何ヶ月か過ぎることになります。そうするともう 2,3 ヶ月で遅れると半年、遅れるんですね。で、半年遅れると、次の年度にもたらしちゃうっていうか、学校としてはやっぱり1年2年遅れちゃうことになっちゃうんですね。だから初めこそ肝心で、もう黄金の1週間ですよね。初めまずは子どもが来るまで、4月1日から4月の7日まで、この1週間は黄金の1週間です。新しい体制 で、で会社組織と違うのは、毎年毎年学校の組織っていうのは学年が変わって担任団が変わりますから、子どもも変わりますから、新しい集団で学校組織っていうのは動き出すんで、毎年毎年で1年間で完結して結果を出していくわけですよね。で、私たちの体で言えば、私たち の、 肉体を構成している細胞っていうのは、なんか1ヶ月ぐらいでこう全部変わっちゃうんですよね。なんか話聞いてると、食べ物を食べて新しい細胞を生み出し、いらないものを排出してしてるけど、自分という人間はそうそう変わるわけじゃないですよね。一月経ったから生まれ変わるかって言われたら、なんとなくなんか新しい細胞にはなってるけど、その人の人格って変わらないじゃないですか。それと一緒なんですね。学校も人は入れ替わるけど、その一つの学校の文化とか組織っていうのはそんなに変わるわけじゃない。だけど成長していくし、変化もしていくし、変容していくし、変容していくことによってまた、それが活性化されて生きながらえていく、持続可能な形で流れていく。だからダーウィンの法則と一緒ですよね。本当に変化し続けることによって生き続けることができるんだっていうことは、まさにそのことにぴったり当てはまる学校組織だと思っています。で、5月、6月、7月はこれ青字で書いてありますが、ここはもうなんで青字になるかっていうと、任せちゃうわけです。もう先生たちに任せる、就任級に任せる。で、大事なのは8月、もう一回1学期の振り返りをして後半どう修正するかということが大事な時期ですね。で、今度は、9月、11月、12月、ここ もう任せます。現場に任せますから。で、次に大事なのは今まさに、今年度の課題の洗い出し、それから2月3月が次年度の教育課程に整備に着手すると、この後半の、2ヶ月3ヶ月これも黄金の3ヶ月ですよね。で、ぼーっとしてる学校はここでぼーっとしちゃうんです。大抵なんとなくもう終わるよなみたいな感じで流れちゃって安心して、で4月になって慌てると、で人も変わっちゃったしどうしようみたいになって、4月でバタバタしちゃって、またその1年どうやるんだみたいなことになっちゃう学校も多いと思います。だからこそ計画的にどうやって1年間を回していくかっていうことが、まさにそのマネジメントの大事な部分だと思っています。で、これはちょっとこのスライドでは見にくいですが、皆さんのお手元にはこれはあるんでしたっけ、ついてましたっけ、ついてますね、ありますね、これはですね、必ず私は4月のその一番初めの冒頭の、子どもが来るまでの職員会議の中で、うちの学校の戦略マップを見せています。で、これが何で大事かというと、うちの学校の子どもたち、あるいは地域の実態はこうですよということを分かってもらうと同時に、どこを目指してきたのか、どこを目指していくのか、私たちはどこを通ってどういう道筋で
この学校を作っていこうとするのかっていうことを、今までいる教職員、それから新しく来た教職員の人たちにもみんなに理解して同じ頭になってもらわないとダメなんですね。ということは、今までこの学校が何年間どういう研究をやってきて、どういう取り組みをやってきて、うちの学校の地域にはどういう財産があってっていうことをインプットしてもらわないとダメなんですね。で、縦に書いてあるのは、ここは先生たちに、まあ、授業力もつけてもらわないとダメだし、カリキュラムマネジメント力をこうやってつけてくれないとダメなんですよっていう話と、子どもたちには、確かな学力と健やかな学びを、望んでるんですよっていうことの傍らで、もう一つは、まあ、地域の豊かな地域の力っていうのがあるんだから、それを掛け合わせて学校の、成果を上げていくんだよっていうことですね。で、右上に上がっていくわけですが、これはですね、私が、今高倉小学校に来て5年目ですね。で、まあ、5年間の中でどういうことをやってきたか、どういうところを目指そうとしているか、来年はこんなことが待ってるよとか、次はどういう変遷でこういう研究をやってきたんだよっていうことを、分かってもらうためにこの図を指し示します。で、これの中の今どこにいるんだっていうことですよね。これを見てもらうことによって、ああこういう学校なのかっていうことをまず掴んでもらわないとダメだってことですよね。で、どこを目指すのかっていうことは、まあ、あとは研究主任がずっと進めていくわけですが、あくまでも学校の背景としてこういうことが必要ですよっていうことです。そして、じゃあ、うちの学校ではどういう力を、資質能力を大事にして学校教育目標に近づいていくのかということで、だんだん具体に降りてくるわけですね。で、私たちの学校は、ずっと読解力ということ、ピサ型の読解力を、つけさせて、全ての教科の基盤に置いていくということをずっと大切にして、取り組んできています。で、読解力、まあ、これ語り出すとまたこれだけですごい時間取るんだけれど、課題設定力、情報活用力、記述力、コミュニケーション力、今まさに課題解決していくためには大事な力ですよね。それを何年も前から取り組んでするんですが、そこには結局どの教科の学習をしていくにしても、深く豊かに思考する活動を生み出しつつ、その思考のプロセスや成果を表現する機会を盛り込んで、思考の表現をエビデンスとして評価していくというようなことを大事にしてきています。ですので、問題解決力、そしてメタ認知力、そして教科横断的な汎用的スキルなの、ここを基盤にしながら各教科領域で育てる学力をつけていくというふうなことですね。で、研究主題としては、自ら学び高め合い、生活に生きる学びを作り出すことということで、読解力を基盤とする主体的対話的で深い学びのある学習の構築ということで、これをみんなで共有しながら、全ての学年、全ての教科指導の中で取り組んでいこうということを、まあ、軸に置いてやってるわけです。で、それが、まあ、こういう力を伸ばすために、私この大きい丸で囲んであるところはこういう力を育てたいと思ってるわけですね。で、そこに読解の時間と各教科の双方向的な学びの連続、そしてパフォーマンス課題、ルーブリック評価による魅力的な単元構想、授業展開という手立てを放り込みながら研究主題に近づいていくと。で、私たちの学校はそのパフォーマンス課題、ルーブリック評価によるこの魅力的な単元構想、授業展開というところの研究を進めるのに、京都大学の西岡先生や石井先生にもお世話になって、研究室の院生の皆さんにも関わってもらいながら共同研究をしているというふうな流れになっているわけです。で、次にですね、じゃあ社会に開かれた教育課程のお話を少ししたいと思います。先ほども、まあ、どうやって基本とそれから独自性を出していくのかっていうお話があったと思うんですが、まあ、いつも常に私の頭の中でどういうことを考えているかっていうと、まあ、時代の風をどう読むかっていうこと大事ですよね。10年前に良かったこと、20年前に良かったこと、もちろんいいものは変わらないんだけれど、必ずその時代時代に必要な、
ことっていうのは出てくるわけですよ。そこの時代にあったことで、また風を読むだけではなくて、次にどういう展開を作り出していくのかっていう役割も、これは学校が担っていく分も出てきてるかなっていうふうに最近感じています。でそれから実行に移すために誰と組むのか、誰とタグを組むのか、学校の中の誰なのか、学校の外の誰なのか、それから実践するとしたら誰に任せるのがいいか、それから子どもにとって最終的にこれプラスになるのかならないのか、ただやった自己満足だけだったらこれはやらないっていう選択肢になってくるわけですよね。だけどこれはやっぱりやれることによって子どもたちのためになるだろうと思うことはもうやるという、やるかやらないか選択を常に迫られているわけですね。で子どもたちに育てたい資質能力、教員に身につけてほしい資質能力を、まあ、常に考えながらやるかやらないかをいつも決断を迫られていると。で私はいつもチャンスっていうのはね、回転寿司と一緒だと思ってるんですよ。どんな学校にもどんな人の前にもチャンスっていうのは必ず回ってるんです。それに手を伸ばすか伸ばさないかだけだと思ってます。でそこで見送っちゃうと誰かが取っちゃうか、ずっと、回ってくるのを待ってるか、回ってきたから言ってまたじゃあ、 次のチャンスが本当に自分の前に現れるかどうかなんか分かんないわけですよね。ということはこれは今取るべきだと思うことはやっぱりすぐ着手しないと、チャンスっていうのはそんなに何回も何回もやってきてはくれません。それはどんな仕事やってても多分一緒かも分からないけれど、でさっきも1年間無駄に過ごすと1年間2年間遅れるって話があったけど、なかなか手を出せない学校っていうのは何年経ってもやっぱり手を出せないこと多いです。それからやっぱり半年ずれるともう1年先になっちゃうんですね。で今だと思った時に、あこれはあと残りの何月にできるなとか、あるいはこれは今年は無理だけど来年やろうとか決断するってことやっぱり大事なんですね。学校現場の中でいつかはいつかはと思ってても絶対できないし、もうやらないんだったらやらない、これはうちには合わないと思ってスポイルすることも大事だし、その決断っていうのがすごく大事だと思ってます。でやるかやらないかの、その判断の材料としていくつか自分の中で私は軸を持っていて、例えばすでにですね、まあ、やっている教科学習の内容や単元配列との関わりっていうものを、まあ、唐突に何かが入ってきたら現場の先生たちっていうのは困惑するわけですよ。そんなこと言われたってどの時間にやるんですかっていうのが必ずあるわけ、頭よぎるわけですよね。ただでさえが授業時間もないのに、そんな時間ないのにどうするんですかみたいな話になるわけですよね。だけどほらほら、あの教科のあの単元のあの時間をあれとチェンジしてやれば、題材変えればいいやんっていうようなことを一つ嘆く、ああそれならできそうですって話になったりとか、それから、具体の体験性の重視、ストーリーとしてなんかこういう流れの中でこういう体験を組み込んだらどうだろうとか、それから学校にとってメリットとデメリットがやっぱあると思うんですね。負担は必ずかかるわけですから、だけど成果による、満足感と負担感っていうのを天秤にかけるわけですよね。でかけた時にやっぱりこれ負担の方が大きいなと思ったらやっぱりやめた方がいいですよね。だけど少々負担に感じても絶対これは満足感の方が大きい、やりがい感の方が大きい、やってよかったっていうふうになるっていうことは見通しが持ててるってことなんですね。それから、実践者と、まあ、私がいくらできると思ってもその学年の先生たちにやってよかったと思ってくれる、あるいはこういうふうにやりたいんだっていうゴールのイメージをいかに共有できるかどうかなんですね。だから単にこんな話あるからやっといてって言ったって絶対動かないです。一緒に考えてこういうふうにやってこんな成果物ができたらええと思わへんっていう話を具体的に一緒に考える。でももっと自分たちだったらもっと子どもたちのことよく知ってるんだからもっといいのできるん違うって言ったら考えてみますとか、そうですねっていう話にだんだんなってくるんですよね。で、あこれはいけるなと思ったら私は手放して先生たちに任せます。そこは
もうあここまで手放しても自分たちできるなと思ったらもうやってもらいます。で物理的なスケジュールが可能かどうか、さっきも言ったけど限られた時間数で限られた期限で、評価も取らないといけないし成績も出していかなきゃいけないし、そんな中でそれをやっていくことが本当に可能なのかどうかカレンダーに落としてみて、それが可能であればやるというふうなことを基準に置きながらやるかやらないかを決めていくと。でも最終的には教育に関わるもの全てが、それは先生や子どもたちみんなですね、楽しいし面白いしこれは素敵な学びだったなって思えられるかどうかですよね。最終的にはいくらいいものでもなんかやらされてつまんなかったなと思ったらやっぱりこれは失敗ですよね。やっぱりあれ良かったよねって思えるような実践をいくつも重ねていくこと、それが学校教育のいいところじゃないかなと思います。で、要するに、カリキュラムマネジメントによる成果をもたらすためには、与えられた使命を果たすこと、ミッションの把握、それから当事者の満足度を上げること、ニーズの把握、自己の、特色を出すこと、強みを、どう生かしていくか、そして時代のニーズに合っているチャンスを生かしたかということですから、いかに新しいムーブメント何かを投じることによってもともとあるリソースのポテンシャルを引き出せたかどうかということがカリキュラムマネジメントの成果になるんじゃないかということを考えています。ですから、校長の立場で言えば育てたい資質能力ベースの成果をもたらすために新しい秩序を生み出すムーブメントはどうやって起こすのかと言われた時に、一応自分の中のマイルールとして決めているのは、ゴールを共有する、さっきも言いましたがみんなとゴールを共有する、それから根拠と見通しのない冒険はしないと、闇雲に何でもやってみようかっていうわけじゃないと、あくまでもこうだからこれをやるんだとか、こういうスケジュールならいけるんじゃないかっていうのなら多少負荷がかかっても冒険はしようということですね。それから自分たちにしかできない挑戦をさせる、他の学校はやってないんだと、こんなことやってんのうちの学校だけなんだ、うちの子どもたちだけがこれができるんだっていうような挑戦をさせたい、そしてその教育を作っている当事者自身が新しい関税を感じて自負する、あこれは先進的な取り組みだったんだ、自分たちにしかできないことがやりきれたんだというふうな自負を持って、自信を持って自分たちの教育過程を作っていくと、そういうことが学校文化というものを非常に新鮮にしかも活性化したものにしていくんじゃないかなと思っています。さてじゃあ視点をちょっと変えてみましょう。教務主任さんの仕事です。教務主任さんはね、教育課程の番人、あんたは教育課程の番人やでっていうことをずっと言い続けるわけですね。で、なんでかっていうと、この人の大事なことはですね、教育課程をきちんと進捗管理できるっていうことですね。一つ大きな仕事です。そして、実現に向けた多様な要素を調整してくれないと困るんです。時間的なこと、人のこと、もう具体的な時間割に落として可能かどうか、あるいは無理が来てないかどうかですから、こんなことやりたいと思ってんやけど時数的に大丈夫とか、あるいは、この時期にここと例えば教室をここ使ってこういうことやりたいと思ってるけど特別教室勝ち合わないとか、中学校の行事と小学校の行事とこの日にこれ入れても大丈夫とかいうことを教育課程の番人としての教務主任が全部コーディネートをするわけですね。でそのためには学年主任会で学年団と緊密に連携を取ってもらって学年の情報は全部入ってくるようにしてもらっています。そして、研究主任さんは今度はこれは中身のプロデューサーですから方向付けをこういうふうにしたいんだっていうことを研究主任さんが考えるわけですから、それを実現してあげるのが教務主任の仕事ですから、実現可能なように調整をしてもらいます。あるいは、保育園幼稚園それから中学校と連携もしてもらわないといろんな絡みがありますから、非常にフレキシブルに誰とどうやって連携していくのかということを持ってもらわないとダメということですね。で、教務主任さんのカリキュラムマネジメントのスケジュールは、
ここに書いてあるように先ほどの私の動きと若干ずれるんですが、まあ、4月当初私の学校経営方針を受けて教育課程を実際に作ってくれるわけですね。で、それを、まあ、今度は学年団に下ろしていったり実施状況を進捗管理したり評価にどういうふうに落としていくかということを管理したりということがありますから、もう四六時中教務主任は忙しいんですけれど、特に1学期はやっぱり忙しいですね。1年間の見通しを持ってみんながちゃんと軌道に乗れるように管理していくのが仕事ですから、でまあまあ軌道に乗り出したら、まあ、8月9月、まあ、12月ぐらいはまあまあそれをずっと見守っていけばいいんですが、いよいよですね残り1ヶ月2ヶ月3ヶ月は、私の思いを汲みながら次年度の教育課程を作り始めると、あるいは今の学年団に今年度の教育課程の振り返りをしてもらって次年度にどうやって引き継いでいくかということを具体的にやっていってもらうということになります。でこれも皆さんのお手元には大きな表がありますよね。でこれが実はカリキュラムマネジメントには欠かせない各学年の指導計画なわけですね。これがないとですね、まあ、機能していかない。実際にはこれを作ってもらうことによって、みんなカリキュラムマネジメント力をつけていくことになるんですね。で出来上がっ、まあ、どこの学校でも、まあ、こういうものを作り始めています。私は行く学校でこれずっと作ってきてるので、もう自分が教務主任やっていたそれこそ、まあ、十何年前20年前ぐらいからずっとやってきてるんだけど、なかなかそれが一般化しなくって、行く学校でそれやってきたけれども、ようやく今になってカリキュラムマネジメントという言葉がこれだけ、まあ、言われだしたから、この単元配列表っていうのはポピュラーになりましたけれど、だけどそれとてですね、学校によってはこれさえできてればいいんでしょっていう形でよそのものをコピーして持ってきたりとかですね、あるいは教務主任さん一人がアクセクしながら作ってる学校もいっぱいあるんですね。だけどこれを作る大切なことはですね、学年の担任自身がやっぱり作ることがポイントです。だってこれ運用するのは先生ですから、クラスごとのね、自分で分かってないとダメなわけですから。それから、あるいは各公務文書でこれを活用して取り組みを可視化する、全学年の系統性を確認する、もちろん自分の学年学級のマネジメントのために使うんですけれど、これ後から何回かいくつか出てきますけれども、いろんな文書の人が使いこなしていけるようにしないといけないんですね。でそれから、年度の途中であってもより効果的な教育資源を投入して検討していく、これは1回作ったら終わりじゃないんです。何回も何回もいじくるんです。でこれとこれとひっくり返そうかとか、あるいはここでちょっと時間短縮してこっちやろうかとか、こっちの教科でこれやるんだったらこの時期にこれもうちょっとやっとく方がいいよねとか、でもこの1枚はこの1年1学年ですけど隣の学年と勝ちをたらかんのちゃうのとか、あるいは一緒にどこかの学年とやるんだったら同じ時期にあの学年にも声かけなきゃとかいう話になってきますよね。で2月3月には次年度分を作成して、新学年は4月5月に手直しして年間通して単元を入れ替えて実数チェックをするというような作業を繰り返し毎年これを新しく新調していくわけですね。でそれともう一個はですね、うちの学校の特徴でもあるんですが、実はですねここに、公費私費負担も意識しておくで、一番下の段にね預かり金っていうのがあるんですね。でこれは保護者からあるいはお金をもらったり学校の公費で何かしようと思ったらお金って必要ですよね。ドリル買うにしたって必要な、材料買うにしたって誰のお金でやんのって話になるわけですよね。だけどそれも突然明日いるっていうものをどうやってじゃあお金調達するんだっていうこともこれ計画しておかないとダメなわけです。で学校組織を運営していこうと思ったらお金の問題というのはこれ抜きにして語れないんですね。でところが学校の先生って意外とお金のことに疎くってなんかなんとかなるだろうと思ってたりとか、でも資金繰りとか予算を獲得してくるって大事なことですね。でということはきちんと集金計画も立てとかないとダメだし、これは私費で賄うべきなのか公費で賄うべきなのか、そういう感覚も身につけておいてもらわないと困るから、
こういう欄を設けています、何をするためにその時何のお金がいいのかっていうことも書いていただきながら、学校にいる事務職員さんにもこれを見てもらい、これはいや公費でいけるでしょうとか、これは私費でお願いしますとかいうことを、学校組織で全教育課程に絡むお金を事務室は事務室でちゃんとチェックしていくというふうなことの仕組みになっています。これちょっと飛ばしますね。教科等を見渡した教育課程づくりということで、教科横断的に、私たちはこういう単元配列表を使いながら児童の発達段階に合わせて目標とつけたい力を、整理して系統性が見られるように考えていきます。また各学年で身につけておきたい読解力っていうのを、この中に入れてるんですけれど、つながりを意識して日々の授業を組み立てていくと。だから単元配列表の中に他の学校にはない読解の時間っていうのが入ってるんですね。でそれをいかにそれをうまく掛け合わせて、やっていくかっていう、これが読解部が運用している単元配列表です。読解部の視点で見たときに、読解の時間っていうのから矢印が出たり入ったりしてますよね。他の教科のどこの単元とこれがリンクしてくるのか、どこで運用できるのかっていうことを絶えずこの矢印で修正していくわけですね。でこの矢印の方向がひょっとしたら学習した後にうまく活用されてたらいいけど、後から気がついたら、この学習するのにもっと早く読解のこれやっときゃよかったみたいなことも出てくるわけですよね。でそれを次の学年に申し送りながら、より効果的なタイミングでその学習を掘り込んでいく、あるいは教科の学習の中にもうこれはシフトしてもいけるんじゃないかみたいなことは、字数をきちんと整理しながら教科の中に効果的にその学習活動を取り入れていくっていうふうなことをやっています。でこれちょっと見にくいですけど、これは図書部が活用しています。でどんなことに活用しているかというと、色がついてますよね。でその時にちょっと見にくいですけれど、例えば京都市全域に配られている読書ノートっていうのがあるんですね。で読書ノートは読書ノート、学校は学校の授業ってやってても、いつまでたったって読書ノートほったらかしになるんですよね。だからあえて読書ノートの何ページはこのタイミングでここの学習の時にやればいいですよっていうことを図書部がきちんとガイダンスすると。そうすれば担任の先生はそこ来た時に、あ、読書ノートこれやればいいんだなここでっていうことは分かるわけですよね。だから文書文書の自分の任された仕事の中でこの単元配列表を見た時に、各学年にどういうタイミングで何やってほしいかっていうことを使うためのツールとしてこの単元配列表を活用すると。であるいは図書館司書の先生がおられて、図書館活用の時間っていうのがあるんですね。頼んでおけばその単元の学習に必要な図書を選んできてくれて、あるいは先生がオーダーを出せば集めてきてくれて、それを授業のところに置いておいてくれるというふうなこともあるわけですから、図書館活用の重点単元をどこにしてくださいねって、この学年をここで活用してくださいっていうことをメッセージとして出しておけば、あ、ここ図書館活用重要単元だなっていうことが分かれば、先生たちはそれを図書館の司書の先生とやり取りしながら用意をしてもらうというふうなことですね。でこれは体育部の活用です。体力向上の取り組みを進めるために関連の時間を確認しています。学力だけでなくて体力もですね、どうやって子どもに意識づけをして、どういう時間に効果的に体力向上を意識させてやっていくかっていうこと、ここには保健室の先生や栄養教諭の先生も絡んできますし、あるいは、例えば算数のグラフの授業でもですね、例えば自分たちの体力測定の結果をうまくそのグラフの授業の中に取り込んで、自分たちの体力の結果をグラフで見てみようっていうふうにすると、あ、自分たちでやったってこういうことなんだって、じゃあ3年生でグラフの勉強するんだけど2年生の時の結果見てみようかって言ったら、そしたらわ、すごく伸びてるっていうことが分かると。そしたら何のために棒グラフがあって何のために折れ線グラフがあるのかっていうことも、あ、そういうことを見るときにそのグラフって使うのかっていうことがストンと落ちるんですよね、その時。だから自分たちが毎日の学校生活の中でやっていることがどういうふうにどの学習で
分かることによって、あ、そういうことだったのかっていうことに落ちていくかっていうことが、まあ、あの子どもレベルから言えば教育課程の編成をしてもらってる、まあ、恩恵を預かるというのか、あの、あ、学んでよかったってことになるのかなと思います。これはですね、単元配列表ではありませんが、食育スタンダードカリキュラムです。食の、あの栄養教諭の先生が作っていますが、食に関する全体教育計画を、系統性を可視化しています。何もあの単元配列表みたいなものだけが全てではなくって、あの一目瞭然でどの学年でどういうことやってて、どういうふうにそれが進化していって、どういう成果が現れるのかっていうのは、何もそういう単元配列表だけが大事なわけじゃないんですね。例えばこういうふうなあの写真も取り込みながら、何年生であこんな経験してるんだっていうことが分かった上で、だからうちの学年はこういうことやるのかっていうことが分かるようになってるんですね。これは外部からパッと来た人でも分かるし、外部で、例えば食育に関わってくださる外部の先生が来られた時に、ああこんなにいろいろもう子どもたち経験してきてるんですねっていうことが分かれば、どういう話をそこでしてもらうかっていうことも打ち合わせがしやすいというふうなことになるわけです。教務主任さんに心がけてもらっているカリキュラマネジメントのポイントは、基礎基本を踏まえて確実に、遂行できているかどうか、あるいは発達を踏まえて系統性や順序が妥当になっているかどうか、そしてより効果的な方法は何かないか、それから PDCA は具体的に機能しているか、こういう視点で、教務主任さんにはカリキュラムマネジメントを行ってくださいということをお願いをしています。はい、それでは次はですね、研究主任さんとカリキュラムマネジメントということで、まあ、この研究主任も非常に学校のいろんな教育課程を実現していってもらうためにはプロデュース役ですから、キーパーソンになります。で、研究主任さんには、あなたは教育課程の舵取り役ですよっていうことをあの告げています。で、何が大事なことかっていうと、まあ、あのいろんな多様な思いを実現可能にするために、先生たちと一緒にどう汗かいてくれますかっていうことなんですね。誰と連携しながら、進めていくか。で、学年集団がいますから、学年主任会の中で研究の方向性の具現化するための思いの構想、みんなどういうふうにやりたいっていう話を双方向的に、まあ、あの作っていくわけですよね。それから教務主任の先生とは実務的にこれが実現可能かどうかということを連携してもらわないといけないです。それから、特に、まあ、あの研究主任さんにも講習間連携はしてもらわないといけないですし、大学の先生と話し込んでいただく、あるいは、いろんなところに出向いていって、いろんな情報をキャッチしてもらいながら、最新の、まあ、いろんな指導法の研究であったり、いろんな学校の実践を取り入れてきてもらうということも大事な役目かなと思います。で、私たちの学校ではですね、まあ、あの取り組みの柱として、こういうふうに教育課程を、まあ、あの作っていく上でですね、非常にあのつなぐというキーワードを大事にしています。で、各教科領域の学習をつなぐ、子どもと家庭や地域の人材を紡ぐ、そして時代を超えて学びを継承させるつなぐ、そして学校から他の地域や他国に発信しながらつなぐと、こういうふうなことを、まあ、意識しながら体験を重視して、いかにその学んだことを生活へ実践化行動化させるかということを、まあ、主軸に置きながら社会に開かれた教育課程を作っていこうとしているわけです。さあ、それではですね、ここからもうだいぶ時間来ちゃったけど、できるだけ具体的なお話をしていきたいと思います。あの子どもたちのね、こういう写真が出てくると、聞いてる学生さんたちもみんなね、顔が上がってくるんですよ。大体子どもの話面白いしね、やっぱり現場の話って子どもの姿見たいと思うから、ここから楽しくなりますからね。ですね、ちょっと写真見てください。うちの学校のこれ、いけばなやってるとこですね。うちの学校のあの、ちょうどですね、校区の中に、皆さん、あの池花の池の坊さんって知ってますか、ね、池花発祥の地があるんですね。六角堂と言いますが、
あの花戦っていう映画が去年流行りましたよね。まさにあの原点ですね。あの池坊のお家元もおられるところですが、こうやって子どもたちは生け花体験を4年生で1回、5年生で2回、6年生で2回、学校にいる間に5回やります。とっても上手になります。それから錦市場でこれ工場あの見学させてもらっているところですね。今日の台所と言われる錦市場もうちの学校の近くにあります。こうやって本当に恵まれた教育資源の中で子どもたちは生活をしています。で、まあ、こういうものに触れながら自己の生き方を見つめ直すこと、それが豊かな人間性を育むことではないかと考えているわけです。これ錦市場の入り口ですね。ちょうどあのここがね、あの伊藤若冲さんって知ってますか？皆さん日本画家有名なね、あの方のここが生まれたんですよ。ここが聖火跡ですね。でそういうすごい財産をこう発掘するのが私たちは楽しいわけですよね。でそういう話をしていると左上のこれ宝蔵寺というお寺さんで歴代 PT 会長さんなんですけど、実は裏寺町の宝蔵寺というお墓が、あそこにですねこの伊藤若冲の伊藤家の菩提寺なんです。ここがお墓なんです。で、実はこの お寺にですね伊藤若冲直筆のですよこのお軸があるわけです。これをガラス越しではなくこうやってもうダイレクトに見せていただけるというような、こともこの地域ならではではないかなと思っております。はい、こうやってですね、まあ、多教科領域とのカリキュラムマネジメントの視点からこうやって結びつけていくわけですけれども、ちょっと実践見てみましょうね。これは祇園祭り の学習ですね。5年生の総合的な学習です。つながるつながる祇園祭り、祇園祭りもちょうど うちの学校には鉾町がたくさんありますから、子どもたちも、ちまき売りをさせてもらったり、囃子方で乗ってる子もたくさんいます。そして、まあ、7月から1ヶ月間祇園祭りってあるんですよね。実は山鉾巡行の日だけが祇園祭りじゃなくって、町中も7月になったらね、私も地域の方には物は頼みに行っても聞いてくれないです。もう忙しくって、もうそれどころじゃないからお祭り終わってからにしてくれって言われるから、もう7月までに頼みに行くか、もうお祭り終わってから、もうそれは暗黙の了解なので、7月に大きなことを頼みに行っても誰も聞いてくれないですね。で、子どもたちはそんな中でですね、ちまきの帯巻き体験をさせてもらったりとか、引き染め体験ですね。子どもたちが引いてくれることが、まあ、山鉾町の方にとっても大変嬉しいことですが、こういう直にですねすごいこういう資源に接することができる、この特権を生かしています。で、まあ、もともと私が着任する前もこの帯付け体験や引き染め体験というのはずっとやってきてるんです。これはもう今もつながっていますが、ただこれだけでは、まあ、ただ帯をつけて、まあ、ここを引く、まあまあ、そんなことできていいなぐらいの、まあまあまあ、じゃあどこに学習の深まりがあるんだみたいなことになると思うんですが、私が着任してからですね、自然と自然環境とそれから生活文化のつながりということに深まりを持たせようと思いました。でどういうことかと言いますとね、このちまきって分かりますかね。これ食べるちまきじゃないんですよ。玄関のところに厄除け飾りですから、厄除けの、ちまきなんですね。でこれが鉾によってみんな帯付けが違ったりとかするんですが、実はこのちまき作りのこのちまきの笹ですよね。これは京都の左京区にある花瀬というところにたくさん生息する熊笹ですね、ちまき笹っていう熊笹の一種ですけれども、これを花瀬から、まあ、上賀茂の農家でちまきを作り、町の人たちはただ帯をつけるだけなんです。ね、でところが、ちまき笹プロジェクトっていうのに関わってもらえませんかっていう左京区役所から一本の電話がかかってきたんですね。何のことか初め分からなかったんですよね。だけどどういうことかっていうと、今はその花瀬地域にもう笹は60年に1回ね死んじゃうんですね。でそれは当たり前だからいいんです。ところが昔だったらそこからまた生えてきた笹が今はね鹿の害で食べられちゃって、もう笹が存続絶滅危惧になってきてると。ということはお祭りにちまきがなかったらもうこれ町の人たちは祭りの存続に関わる危機なわけですよね。ところが町の人たちは
もうあって当たり前だと思ってるから、まさか話せでそんなことになってるとか、あるいは上賀茂の農家でそのちまき作りをする農家の人がもういなくなってきてるなんてことは思いもよらなかったんですよね。でもそんな危機になってることを、まあこういうちまき笹に関わっていくことで、子どもたちは気づき出します。でいろんな人のお話を聞かせてもらい、今は、ちまき笹をこうやって花瀬から1年に1回を苗をお預かりして、うちで1年間育てて、ある程度大きくして花瀬にお返しするということを繰り返しています。で右上にある写真は、実は9月にいつも子どもたちは、5年生の子どもたちは、花瀬で長期宿泊体験学習をします。でその時に花瀬の子どもたちと交流をしながら、こうやって女の子がちょっとなんかこう手伸ばしてますけど、これ花瀬小中学校の子どもたちなんですね。で花瀬の子どもたちは生産地の子どもたちです。で高倉の子は消費者の消費地の子どもたちです。で同じ、京都市内であっても山間部の本当に5年生2人しかいないんですよね。この学年なら2人しかいない。でうちは120人いるわけですよ。で120対2の交流なんて普通は対等にできないじゃないですかね。だけど実はですね、この時はもう得意満面で花瀬の子はちまき作りをその高倉の子に教えるという優位に立って、交流をするわけです。でそのためにどうするかっていうと、小規模校の良さを生かしてもらって上賀茂の農家へ、花瀬の子どもたちは先駆けて行って、ちまきの作り方を教えてもらってきてるんですね。でうちは大規模で強みもあるんだけど、120人が農家に押し寄せるわけにはいかないわけですよね。だからうちはダイレクトに教えてもらうわけにいかないから、上賀茂へ行って花瀬の子が先に教えてきてもらって、それを花瀬の子がうちの子どもたちに教えてくれるというふうなつながりで、花瀬でどんな暮らししているのか、花瀬の学校紹介も聞き、そして高倉の学校紹介もしながら、こうやって同じ京都でもこんなに暮らしが違う、文化が違うところで生活している人たちがいて、こうやって祭りは成り立っているんだっていうことがだん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 分かってくるわけですね。で、高倉学習にふさわしい課題を考えて作ってみようということで、まあ、この日扇とかちまき笹とかおみこしとか山鉾とかいろんなことをいろんなゲストティーチャーに来てもらっていろんなお話をしてもらいますが、この4つのテーマから追求課題を設定してまとめたことをポスターセッションにすると、自分なりに一番課題をどれに関心を持ったかっていうことを、まあ、追求していく、そのきっかけにいろんなゲストティーチャーや体験が待っているということですね。でこれはちまき笹ともう一個ひおうぎっていうね花があるんですが、これもですね絶滅危惧種なんですね。これは夏っていけばなって言ったって花少ないでしょ、枯れるからね。でところが祇園祭りにはこのひおうぎっていうのは欠かせない花なんですね。昔からこうほらおひな様が持ってるヒノキの扇あるじゃないですか、あれがひおうぎですよね。でそのひおうぎに葉っぱの形が似てるからひおうぎっていうんですけど、で生け花に使うひおうぎっていうのは黄色い花が咲いて園芸種といいます。園芸種、これは人工で作った交配していってできた花なんですね。ところが今これ写ってるのは自生種って言って本当に自然に生えてるひおうぎなんです。でこれは京都の西山にしか今ないんですね。でところがこれも途絶えてきてるから、これも増やしてくれないかっていう話オーダーが来たので、これを増やして増やして今では5、60ぐらいの鉢が学校にはあります。で毎年毎年咲く時期がですねうまく祇園祭りの時期に合うようになってきて、で自分たちで種から育てて花を咲かせてちょうどうまい具合に咲き祭りか後祭りぐらいの時に咲くんですね、この花が。でそれを各
それぞれね、山鉾町に子どもたちが持って行って、でこれを飾ってもらえませんかということで、皆さんに檜扇を知ってほしいんですということで出かけていくわけですね。でそれも、まあ、初めは2つ3つの山鉾町だったんだけど、見た人が檜扇ってうちの町内にも置いてほしいわっていう話をしてくれたりとかですね、あるいは地域に、いろんな、まあ、ホテルもできてくるわけですけど、ホテルの支配人さんがぜひともうちにも置かせてくれっていう話をしに来てくれたりとかして、そうやって檜扇を介して祇園祭の良さを子どもたちは町に発信していったりとかいうふうなことをしたりしています。でこれはですね、同じ祇園祭りなんですが、これ図工の時間ですね。さっき伊藤若冲の話しましたが、伊藤若冲の絵画を鑑賞の授業で取り入れて、独特の色使い、そして繊細な描き方を、まあ、本物を見せてもらうことによって、子どもたちは感覚としてこう取り入れるものがいっぱいあるんですね。でそれをじゃあ、祇園祭り、若冲が祇園祭りを描いたらどんな絵を描いたんだろうということで、子どもたちは地域にある山、引き山を10基あるんですけれど、それをそれぞれ自分のところの山を、伊藤若冲だったらどういうふうに描いただろうということで掛け軸仕立てにして、祇園祭児童画展に出しました。でその時もですね、京都市美術館の学芸課長さんにお世話になって伊藤若冲の解説してもらったんですが、その時にそれ来てもらったら6月ぐらいだったんですね。でちょうど伊藤若冲展が秋にあるから、1回きりの交流じゃなくって、ぜひとも10月のその秋の、若冲展に来てくださいって言っていただいたので、美術館行って本物の伊藤若冲の絵も鑑賞の授業で取り上げさせていただきました。それもさっき言ったように、年間のカリキュラムの中で教科書見たら美術館に行って鑑賞の授業しようっていうページちゃんとあるんですよね。でそれを生きた教材として、そうやってリンクさせて総合と図工とつないでいくっていう話ですね。で同じように、祇園祭児童画展っていうのは毎年毎年やってるんです、7月に。で、その時に、ま、その前の年はこうやって掛け軸にしたんですが、この年は「よみがえれ高倉の矛」っていうことで、これ学校の中にあるんです、ミニチュアの方が。これは24年前に統合する時に元校から持ってきてもらったものなんですね。ところが、まあ、もう20年以上経ちますから、横にある胴掛けとか前掛けとかも傷んでたので、みんなで頑張ってそのこのお飾りを新調しようかっていう話になって作ってくれました。で今年はじゃあ何しようって毎年これ考えるの大変なんですけど、今年はいつもねグループで作品撮ってたんですね。で学年団の悩みとして、まあ、作品出来上がるのはいいんだけど、評価が先生取りづらいですと。やっぱり一人一人個々の評価が非常に取りにくいから、先生なんか今年は個人の作品でできないですかねっていうことで、一緒に考えようかっていうことにしたんですね。でじゃあうちわはどうだろうねっていうことで、うちわにデコラージュして、コラージュしながら自分の好きな総合で学習した要素、檜扇であったり矛であったり山であったり一巻笹であったり、いろんなどんな要素があったかなっていうことと、使えそうな材料をクロスしながら、自分たちでうちわを作る構想を練ったわけですね。でじゃあ思い切って研究主任さんに、表と裏とで一回さ、ルーブリック作って、で初めは何にも言わずにいっぺん表作らしてみようよと。で裏作る前に一回こういうルーブリックを、提示することで裏の作品がどういうふうに変わるか見てみたらどうっていう話をしました。で制作ポイントとしては、京都らしさ、作品の丁寧さ、それから大きさ、形、色合い、素材の組み合わせ、新しい、あなたらしい工夫というふうなことで、一応 ABC でつけて子どもたちにこれ提示したんですね。でこういうところで作品見るよと。だから表ではこんなことできなかったけど、裏ではこういうことにも挑戦してやってみたらどうかなっていうことでやってもらいました。すると、まあ、表と裏でですね、表ではこうだったけど裏になるとよりこの工夫がこう増すというか、そのさっきのルーブリックを自分で意識しながら作品を作っているっ
ていうことが見取れるようになったわけですね。でこれですごく興味深いよねって、今までルブリック図工ではやってなかったんだけど、一回私たちが研究でやってるそのパフォーマンス評価のことをこの図工でもチャレンジしてやってみいひんっていうことで、あそれならできるかもっていうことでやってもらいました。こういうまあ大層に構えなくても日々やってる実践が他の教科とか他の学年でいろんなところでチャレンジできるっていうことの一つの、まあできてよかったなと思っていることです。これみんなでね出来上がった作品ですね。それからですね、これまださっきのうちはまた出てくるんですけど、もう一つの財産としてですね、これまた壮大な話なんですけど、青い目のお人形がうちの学校にいるんですね。青い目のお人形って皆さん聞いたことありますか？難しいですね。これあんまり知られてないかも分かりませんが、実はですね、明治時代に遡りますね。渋沢栄一って聞いたことありますか？ね、あの方がですね、ちょうど日本のいろんな、まあ、あの経済界をこう発展させていくときにですね、日本とアメリカを結ぶために、アメリカにこう移住した、まあ、人たちが非常にまあ厳しい反日感情にあって、日本とアメリカの関係っていうのが相当悪かったんですよね。でその時に、ギューリック博士っていう人が同志社大学の教授をしてたんですが、その人がアメリカに帰った時に、なんでその反日感情が強いんだってことをすごく残念に思って、なんとか日本とアメリカをこう友好させていくために必要な手段はないかということを考えたわけですね。でその時に、実は1万6000体もうの青い目のお人形をアメリカ全土で集めて、それを日本に送るという壮大なプロジェクトだったんですね。で全国のあちこちの学校にこの青い目のお人形がやってきたわけです。でところが、昭和のあの戦争の時にですね、敵国の人形だっていうことで、この青い目の人形はほとんど焼かれたりとかです、ね、捨てられたりとか悲しい思いになっちゃったわけですね。でそれが生き残っている、お人形さんっていうのはもう数えられるほどしか残ってないんですね。で京都で残っているのも5体ほどいると思いますけれども、その中で今も学校の子どもたちと一緒に暮らしているのはこのメリーちゃんだけなんです。で、このメリーちゃんは90年経ってるけど、すごくねまだ綺麗だし可愛いんですね。でちょうど、一昨年ですかね、このギューリック博士のお孫さんにあたるギューリック三世さんが学校に来てくださることになりました。でもう何年か前に、実は統合する前の本能小学校というところがあるんですが、そこにもギューリックさんのお孫さんは来てらっしゃって、そこで、このメリーちゃんに出会って、あこんなに私のおじいさんは大事なことをやってくれてたんだっていうことに気がついて、もう一回新青い目のお人形ということで、また日本に青い目のお人形を送り続けておられます。今も続けておられます。今80ぐらいにもなっておられますけれど、そのギューリック三世ご夫妻が学校に来られたっていうことを契機に、この青い目の人形を教材化できないかっていうことを考えました。で1年生から6年生の道徳教材を開発しました。低学年用、中学年用、高学年用で、低学年はお人形さんの立場に立ってメリーちゃんのお話なんです。メリーちゃんがどういうふうに日本に来てどんな思いしたかっていうお話ね。で中学年は、その時当時の小学生の立場でストーリーが展開していきます。で高学年は、ちょうど今度の新しい学習指導要で道徳が教科科になりましたよね。でそういう国際親善とかいう項目が全ての学年で入ったんです。今までは高学年しかなかったんですが、まあタイムリーにも中学年にも低学年にも国際親善、国際友好という項目が入りましたから、
それを機に新教材を開発したんですね。で、高学年は、まあ、この青い目の人形だけじゃなくって渋沢栄一とかギューリックさんとかがどういう思いでその国際交流国際親善ということを考えてたのか、他にも同じような思いで国際親善している仕事をしている人、あるいはそういう考え方を持って歴史上の人物でどんな人がいたんだろうっていうことを、まあ、考える教材にしていって、低中高でこう実践していったんですね。でもう一個は、実は外国語活動の中にもこの青い目の人形を取り入れることにしました。でこれはですね、先ほど言ったようにメリーちゃんがアメリカから日本に来るときに、一体一体お人形さんみんなパスポート持ってるんですね。パスポートを携えて、そして着替えも全部一式持たせてもらって日本にやってきたわけですよ。でしかも日本のこれは独自の文化だと思うんだけれど、2万6千体もこう日本アメリカにアメリカから日本にやってきて、で日本人ってやっぱりお返ししなきゃいけないとか、こうもらったままじゃ気が悪いじゃないっていうの、日本特有の文化ですよね。でだけどそんなにたくさんのお人形を、日本のお人形を送るってすごいお金もいることだし、そんなことできないよねって話になったんですね。だけど日本としては市松人形ってほら あるじゃないですか、日本人形屋さんにあるやつね。であれをじゃあアメリカの本土の州の数だけ送ることにしましょうと。そして、各都道府県の例えばミス京都、ミス岡山、ミス広島っていうふうな名前をつけてアメリカ本土に送りましょうということにしたわけですね。でそうやって、子どもたちは首からですね、そのお人形さんの写真をつけて、私の名前はこうよと、どこから来たのよっていうことをお互いにコミュニケーションを取っていくわけですね。でそうやって、Where are you from? あなたはどこから来たのっていうお話をすることにしました。で私たちは、パフォーマンス課題として、今年ですねメリーちゃん里帰りプロジェクトということで、人形たちのパスポートを作って交流して出生地を訪ね方や答え方に慣れ親しもうということをミッション1としました。ミッション2、自分のオリジナルパスポートを作り出入国審査を通過して人形たちにゆかりのある州を訪ねようと。マイパスポートですね、自分のパスポートを作ると。でそこにはうまく、まあ、字の読み書きも入ってきますからパスポートを作ると。そして学習した英語表現を用いてボストンの児童に、京都を身近に感じてもらえるようなビデオレターを作りをしようということで、ボストンとやり取りをすることになりました。これ学習の様子ですね。どこから来たのということを地図で表したりとか、お互いにやり取りをしたり、出入国審査をやっているところですね。子どもたちがあなたどこから来ました、何の目的で来ましたっていうようなことを疑似体験するわけですね。だいたい海外に行って一番初めに唐突にどうしようと思ってここの場面ですもんね。だってね、それをまさに一番初めの入り口のところで、ハロー Where are you from? という単元で実現してもらいました。はい、もう一つ次の実践いきます。今度は私の、まあ、専門でもある家庭科の学習のことをちょっとお話したいと思います。皆さんは小学校の時の家庭科でどんなことやったかとか覚えてますか？意外と覚えてるんですよ。実際に自分でやることやからね、なんか作ったとか、お料理がどうだったとか、ナップザック作ったとか、いろいろあるんじゃないですかね、皆さんね。で一番初めの5年生の時にマイ裁縫箱を持ってですね、なんか作る時って子どもワクワクするんですよね。でこの教材開発です。マイバッグを、マイミニバッグを作ろうということで、こういう小さいフェルトの布で小さい袋を作るということにしました。で一つですね、このいつもの実践と違うのは、マイバッグを作りながら、来年の5年生のためにミニバッグの作り方ガイドブックを作ろうということを並行しながらやっていくことにしました。でそれどういうことかっていうと、バッグ作りますよね。で作ったら作りっぱなしになって上手か下手かって話になっちゃいがちなんですけど、実はその中で子どもたちっていっぱい試行錯誤するんですね。失敗しちゃったらどうしよう、でもこうすればよかったとか、あるいはここをもう少し縫っとけばよかったとか、なんかいろんなこと気づきながら作っていくんですが、その足跡っていうのがなかなか残らないんですよね。
でそれをガイドブックを作るという作業をすることによってここをなんでこの縫い方にしたのかとか、例えば玉留めしようと思ったのに糸が短くて玉留めできなかった、どうしようって、だから次の5年生のガイドブックにはちょっと糸は長めにしといた方がちょっと残しとかないと玉留めはできないよって話になるわけですよね。あるいは作ったけどなんかボタンホールを大きく切りすぎちゃって失敗しちゃったと、そうしたらちょっとずつ切りながらサイズを見た方がいいよみたいな話になるわけですよね。そうすると何がいいかっていうことは、作業を言語化することによって知識と技能が一体化していく、あるいはそれが基礎技能の確実な習得になっていく、それからだいたいこういう作品作りするともう失敗したらテンション下がるんですよ、子供ってね。そうでしょ、だってもういいや、もう嫌だってなっちゃうわけですよね。だけどいや違うよと、失敗すればするほどガイドブックに書けることはたくさんあるんだからって言われると気を取り直して、あそうか、たくさん書けるんだったなって、じゃあ失敗してもこれも書いとこう、これも書いとこうって、そこでまた子供たちはリベンジすることができるんですね。そういう良さがあります。そしてこの両方を先生は評価することができます。で、できたら技能の方は作品で見ると、ところが思考判断表現力についてはこのガイドブックの方で見ていくというふうなことが、そして時間もまあ能力によってね時間差出てきちゃいますから、でもガイドブックがあることでその時間差もまあ埋められるというメリットがありますということですね。なかなか上手にガイドブック作るんですよ。こういうふうに絵も上手にね描いたり、こういうふうな縫い方にした方がいいよとかいうこともね上手に描いてますよね。でそれを交流したりっていうこともしています。でさてここでそれだけではありません。また外国語活動と絡ませます。ここがねデザイナーになろうという学習です、どんな色の布が欲しいですか、どんな、形の布が欲しいですかっていうことですね。形シェイプとカラーの学習のところにこれを組み合わせます。で、布選び形デザインを決めたりっていう時間は外国語活動の時間にもやっちゃいます。それをで時間を短縮すると、そこでで、しかも、交流作品交流の時間も今までだったら家庭科の時間にやってたんだけど、それを外国語活動の時間にマイバッグクイズっていうことで、私のバッグはどれでしょうって、私の作品はどれだと思うって、じゃああなたの好きな色はどんな色なのって聞かれて、私は赤が好きだよ、じゃあこれかなこれかなみたいなんで、でお互いにリスペクトし合うっていうことを条件にやってるので、はあなたの作品すごいわねっていうようなことをやり取りしたりとかしながら、それを英語の時間を使ってやっていくっていう発想ですね。はい、こういうふうに、マイバッグを、2つの教科にまたがって教材化したという実践例です。はい、だんだん時間なくなってきちゃったりましたが、これはね、子ども写真コンクールに挑戦しようということで、京都グラフィーって言って毎年京都グラフィーのこんなのぼりが京都市内に立つんです。ゴールデンウィークぐらいですが、で写真教育っていうのを図工に取り入れようということでやってみました。でガイドブックを、専門的な写真教育の指導ガイドを、この京都グラフィーのスタッフの方に作ってもらいました。これあくまでも出前授業じゃなくって学校の先生たち授業をやってもらうっていう話だったので、それだったら写真ガイド、やっぱり教育ガイド作ってもらわないとできないっていうことになったんですね。で、4時間のコンテンツ入れてもらいながら学習を展開していきました。でそれぞれの作品をですね、こういうふうに校区にあります万華鏡ミュージアムっていうことところのギャラリーを借りて子どもたちの作品展をしています。で作品とそれから解説を書くんですが、ここでまたねその読解力の力が発揮されるんですね。テーマは今年はアップっていう、アップって英語で UP って書く、アップっていう題材だったんですが、自分なりのアップをどう表現したかっていうことを解説書くんですけれど、ここがまあそれはそれは子どもたちのその豊かな発想と表現力でこの解説文書いていくわけですね。あ、こういうところで学力っていうのはこう総合的に開花するんだなっていうことをすごく感じました。で感性や芸術性を磨くとともに、こういう自分の持ってる学力を総合的に発揮させる場面っていうのはいろんなところにチャンスがあるんだなっていうことは感じたわけです。これロームシアターに展示していただきました。あ、こういうふうにね、なかなかの写真でしょ、ね、小学生にしてはグレード高いと思いません、結構
ポスターに出てくるような写真であったりね、それぞれのアップなんですね、これね。はい、これはあの高倉っていう町を主権者教育で自分の役割を考えるという学習でした。ちょっと走りますね、ここは。これ地域の人にも絡んでもらって学習したんですね。自分たちの町づくりをどういうふうにやっていくかっていうことを実際に大人と一緒に考えることが楽しかったっていうふうなことを子どもたちは言っていました。実際にあの政策にどう自分の意見が反映させられていくかっていうことも大事なことなんだろうなと思います。こういうリーフレットも区役所と連携して、本当に一般的なあの刊行物として子どもたちの成果物を発行していただくことができましたので、あのこれはこれですごくあの行政との連携というかそういうこともあの強く感じた実践でした。このようにしてあの学校教育目標を実現する教育課程の編成というのを具体的に私たちはやっていってるわけです。で、研究チームさんにお願いしているのはあの今ある資源を大切にしつつ教材を進化させていく、そして繰り返し実践を行うことで根付かしていってほしい、そして育てたい資質能力を明確にした単元作りをお願いしたいということを言っています。そして新たな資源をどんどん、まあ、開発していくことが大事なんじゃないかなということも言っているわけです。さて、最後に終盤になりますので、みんなで確かめていきたいこととしてですね、最終的な出口として私たちが目指してきた学校教育目標がきちんと実現できているのかどうかということが最終的なあの評価の視点になるかと思います。で、それは資源がうまく活用できているか、不備や不安な点はなかったか、時間の進捗管理はできてたか、教員はちゃんと育っているのか、教職員全員がやりがい感を持って取り組めていたか、健康に仕事ができているか、自己有用感、自己尊重感を持ててたのかどうか、これがあの全ていろんなね、カリキュラムマネジメントの最後確かめることになるかなと思っています。ポイントとしては、教育課程に基づく組織的計画的な教育活動の質の向上をこう狙っているわけですから、そのことが、きちんと私たちの指導計画に反映され、授業に反映されてたかどうかで、個別の授業とかそれから学級経営がうまくいってればいいっていう話じゃなくって、それはそれで大事な成果として検証していかないといけないんだけれど、それともう一つは学校全体としての成果がどう向上しているかってことは、これは見落としてはいけないところじゃないかなと思っています。学校すべての学校力として向上したのかどうかってことがカリキュラマネジメントの最終出口のところのアウトカムになるかなと思っています。カリキュラムマネジメントというのは、個業にとどまらず各教科で取り組んだことと教科横断で挑戦してきたことを教科単位や学年学校全体で振り返り、教育課程に反映し改善していくことを強めていくことが必要だと考えています。そして今日カリキュラムマネジメントの主たる狙いというのは、教育活動を組織的に向上していくことではないかというふうなことを考えているわけです。これは先ほどの新しい学習指導料の解説の総則編にある文言です。全国的に一定の教育水準を確保し、全国どこにおいても同水準の教育を受けることのできる機会を国民に保障する。そして教育はその本質からして生徒の心身の発達の段階や特性及び地域や学校の実態に応じて効果的に行われることが大切であり、また各学校において教育活動を効果的に展開するためには学校や教師の創意工夫に負うところが大きいと、それぞれの学校できちんとあの特色ある学校経営をしてくださいねっていうことなのではないかと思っております。もう時間がいっぱいになっちゃったので皆さんに感想は聞けなかったんですけれども、あの少しでも学校現場の空気が伝えられたらあのよかったかなと思ってます。またあの将来ある皆さんですから、今日のお話をどこか頭の片隅に置いて、またしっかりあの研究に取り組んでいただけたらありがたいなと思っております。本日はどうもありがとうございました。